ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1973年10月27日下館青果市場、1974年10月27日十和田市民体育館、猪木2年連続で木戸とタッグ結成について触れてまいります。新日本プロレスのホープ木戸治は2年連続でこの日猪木のパートナーを務めました。1973年レイゲルーシテリールージと対戦、猪木がテリールージからフォール勝ち。1975年はジョン・トロスグレートマレンコと対戦、猪木がグレートマレンコに勝利しています。新日本プロレスの木戸への期待の高さが伺い知れます。